BMW ザウバー F1.09 は BMW ザウバーが2009年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーでウォルター・リードルが設計した2009年の開幕戦から実戦投入された同年をもって BMW が F1 活動から撤退したため BMW ザウバーとして最後のマシンとなったカタロニアサーキットで ニック・ハイドフェルドがドライブする F1.09 サイドミラーをポンツーン橋に移設している2009年の新レギュレーションに沿って開発されたマシンとしては全チームに先駆けて1月20日にバレンシアで初公開された 2008年シーズン終了後に F1.08 に2009年仕様のボディワークを搭載した F1.08 バイトでテストしていたが発表会での F1.09 は F1.08 バイトと告示しているフロントノーズは横幅が広く比較的高く持ち上げられ路面に向かって整流フィンを装着しているノーズサイドは 若干凹んだ形状となっている以外はさほど違いは見られない。フロントウィングは3枚式となった。最上段の1枚が可動式となっている。リアウィングはシンプルな形状。しかし F1.08 バイトでは3枚エレメントであったが F1.09 ではレギュレーションに合わせて2枚となっている。翼端板にはスリットがあるが、これも継続されたもの。 発表会当初、サイドミラーは、コックピット脇の標準的な位置に設置されていたが、サイドポンツーン先端にエアロパーツを設置すると同時に、そちらに移設された。大型バージボードが禁止された影響で、サイドポンツーンの形状は大きく変更されている。上面は両サイドに向けて、怒り型のように盛り上がっている。側面は、F1.08 のようなアンダーカットはなくなり、 徐々に下部に従って狭められる、滑らかな形状になった。また、後方に向かって、かなりすっきりと細くなっているが、サイドポンツーン内部の空気を排出するためのルーバーが、フロア下部に設けられている。レギュレーションによって、サイドポンツーンのボディワークは厳しく規制されているが、高さ1 0 0、mm、トルまでの区間は、上部ボディワークに対する厳しい規約から、 除外されているため問題はない。カーズは他チームよりも開発に積極的で旧車に搭載してテストを重ねてきた。サイドポンツーンのエアダクト内側から冷却エアを取り込みバッテリーを冷やす。バッテリーは両サイドポンツーンにカーズ制御装置は右側のサイドポンツーンに収納されている。スポンサー面では全身である。 ザウバー時代の2001年からチームを支えていたクレディスイスが離脱した。第2戦マレーシア GP ではスコールのためレースが打ち切られニック・ハイドフェルドがタイヤ交換をうまくこなして2位表彰台を獲得した。しかし序盤戦はマシンのパフォーマンスが低くポイント獲得もままならなかった。カーズはハイドフェルドが第1から4戦で使用したがハイドフェルドに比べて 超新なロバートクビサは第3戦で使用したのみであった。状況打開のため改良型のパーツが多数投入されたが、特に第5戦スペイン GP で用意されたアップデートは各部を見直した大幅なものであった。まず従来のものでも高く持ち上げられていたフロントノーズがさらに高くなり、 先端は薄くされた。さらにサイドポンツーンの形状が見直され、さらにコンパクトになった。この影響でカーズの搭載が以後は見送られた。リアウィング上段の中央には小型のエレメントが追加され、ダウンフォースを稼ぐ努力が見られる。第8戦イギリス GP でカーズを今後使用しないことを発表した。撤退発表後も改良作業を継続した結果。 第12戦ベルギー GP でハイドフェルドが予選セカンドローを獲得。終盤戦は入賞圏内に復帰してラストシーズンを終えた。ありがとうございます。